バスケットボールスクールオンラインご覧の皆さん、こんにちは、武雄です。今週僕が紹介するスキルはですね、デュークカット、もう一つがアイバーソンカット、またはループカット、ループ、これですね。この2つを紹介していきたいと思います。今日が、このカットするスキルの紹介が最後となります。少し難しくなっておりますので、皆さん頑張って覚えてください。はい、それではまずこちらの動画をご覧ください。はい、動画をご覧になっていただきました。今日一つ目の動きはデュークカット、多分デューク大のデュークから来てるんですかね、だと思うんですけども、ちょっとわからないです。動きはですね、トップ、僕たちはトップです。皆さんはトップにいます。ここから45度に一度パスをしてボールを渡した後、動きはこのスクリーナーを使って0度のコーナー、ここでパスを受けてスリーポイント、またはこの辺で受けてミドルシュートですね。ペリメーターでボールをもらってミドルシュートっていう動きになります。ポイントはここのスクリーンをしっかり使うということなので、パスを出した後押し込むのか、そのまままっすぐカットするのか皆さんに任せますけども、とにかくスクリーナーの横ギリギリを通ってください。間が空いてるとディフェンスがすり抜けてしまうので、必ずギリギリを通ってシェイスさせるように、後から追ってこさせるようにしてください。でここでパスをもらって、あとはシュート打つだけですね。遅れてきたらいつも通りカウンターで見るようにしてください。はい、これがまずはディープカットです。そして最後にアイバーソンカットですね。これはアレン・アイバーソンがよく使っていたプレーなので、アイバーソンカットと呼ばれたりしていると思うんです。あとはループカットって言われたりしますね。今回自分は逆サイドにいます。ボールが例えばトップから45度、逆サイド45度にパスが当たります。このタイミングを見計らって、ここのスクリーン、ここのスクリーン2つを使ってですね、カットしていきます。あとからディフェンスはチェイスしていきます。パスを受けるポジションはこの辺になるので、だいたい逆サイドから味方が走り込んできて、この辺りまで来たらもうこのスペースにパスを出してください。そしたら味方がキャッチしてシュートを抜くのか、カウンターで抜くのかという形になります。今説明は45度からパスをしてくださいというふうに言いましたけども、これはトップからでもできます。トップの人が少しずれて降りて、ここからここにパスでもできますので、その辺は皆さんちょっと長尻を合わせてやるようにしてください。はい、このアイバーソンカットが決まったら結構かっこいいプレーだと思いますので、はい、ちょっとたくさん練習して頑張ってやるようにしてください。はい、それでは本日の動画は以上となります。